俺はね、若干いつも適量かな、かもしくは若干適量より少し多めかな。これいいな、こう CPU にね綺麗に貼り付いてくれるんで、すんげえ塗りやすい。取り付ける前にね、ちゃんとこのファンをこうアルコールティッシュで拭いておきましょう。全然綺麗になるし、ホコリがね飛ばないんでいいと思いますよ。はい、見てこれ、拭いたとこと拭いてないとこの差が、これねすんげえわかると思います。これねずっとつくからね、特にこっち側ねめっちゃつくんで、もう今だいぶ取ったけど、もうこうやってね、まあ1年に1回は面談しましょう。本当は夏前にやれっていう話だけど、まあそれは置いといて、はい、ではね取り付けていきたいと思います。はい、裏ねピッカピッカに磨いたのと、グリスがね塗ってある。でここにね、あの押さえの金具があるんで、これを忘れないように、まあまあ後がつけれるけど、で大体真ん中に持っていく、大体真ん中に持っていく、こう穴のね上から見て、このさっきネジ外した穴のちょっとこう空気を抜くような感じでベタッと、でネジを取り付けます。ちょっと緊張するな。でね、ネジをね均一に締めていくだけでございます。ちょっとこう軽く空気を抜く感じの、また締める。これどれだった、これ全部だったかな。はい、ね両方均一締めて、こうがっつりね動かなくなれば完成でございます。はい、ね続いてこのねファンを取り付けていくわけですよ。これがね取り付け方が実に難しいんですね。長さ的にはこうか、こうでしょ、上下はファンの方が若干長いか。つけづらいっすよ。これだけだったら簡単なんだよね。これ今金具だけつけたっていう感じなんだけど、これだけだったら超簡単。こっからファンを入れるのがめっちゃ大変。意外とはい、これねこうか、あれ意外と、あれなんか前めっちゃ苦労してたんだけどな。やべ、先にはまっちゃったらダメだ、入らない。前奥を後にしたからかな。あら、もう簡単。あれ意外と簡単だ。これ間違えてないね。向き間違えてないよね。ケーブルを取り付ける。よし。ちょっと分かりづらいか。これね、今このケーブルを取り付けました。で、完成ですね。今んとこね、だからこれをね、つけようがない。でもここつけた方がいいよね。だって、このグラボのファンが今んとこないんで、まあやっぱ何もないよりはこうあった方がね、
と壁がこう少しでも当たるんで熱が逃げやすくなるじゃないですか。でもう考えたのが両面テープしかねえなとファンはどうしようもないんで両面テープでねつけようかなといった感じですよ。ネジが どうやっても合わないもん。これ外してこっちから抜いて挟むとかいろいろ考えたんだけどちょっとね どうにもならないかな。あの排気ファン系かな。排気ファンは太くてピッチがちょっと荒いやつ。でこれだと こっちの穴に合わない。ファンなんですけどね。だから排気ファンはこれでつけるんだけど、とりあえず合うのはないです。つけようがない。ということでね、もう両面テープでつけた方が早いでしょ。両面テープならまあ剥がしても貼ってもどうもないけど、接地面がね、ちょっと少ないんだな。そこなんですよね。これでいけるじゃん。あったわ、はい、これ先端がちょっと粗めのピッチで、ここがねこれでファンつける専用だね。こうちょっと長くなってるやつ4つあるよ。あるありました、4つありましたね。これだったらいけると思います。あ最近ねパソコンあんまり当たってないからあれでしょうねこんなあったかなみたいな。ドライバーこれでいけるか。これ磁石ね、本当はこれをこれ外せるんですよ。この一区画二区画だってこれをボコって外してやれば一番早いんだけど、ちょっとねこれいけるか。はい、あいける。いけましたね。上からネジ、ここ中間からネジ入れてここに出てる。バッチリでございます。よかった。これいけなかったらどうしようと思って。ここに確かあったんだよねとは思ってたんだけど、買いました。よかった。はい、無事にね、でもネジが噛みましたんで安心しました。両面テープじゃあのちょっとねあのくっつく部分が少ないんで、あのネジ付けしたいなとは思ってたんですけど、まあ、ネジが4つ全部噛んだ。よくネジが持ってたね。ファンの方向大丈夫ね。大丈夫。こっち向きだね。はい。ああ、よかった。つきました。はい。こんな感じで、ここにね、ファンがついて。で、グラボのね、ファンを外したんで、ここからこう、風がこっちにこう流れるようにね、なったという感じでございます。よかった。もうファンがつけれないんだよね。もう全部、ついてるから、なんていうかな、分配のケーブル買わないと、つけれなかったからね。プラス追加で買うかってさっき考えてたけど、まあ、ここにあった分をこっちに移動してこうこっちにね少しでも風が当たってくれればなと思います。はい、ということで、メンテナンスが終了しました。これでね、まあ、このグラボの、まあ、熱も、そんなにはねたまらず、まあ、元々確かに本当あんまり回ってなかったはずなんですよ。まあ、負荷かけた時にちょっと回るのかなみたいな。もう低発熱、省電力低発熱っていう感じの歌い文句かなんかそんなんだったんで、まあ、軽くさはこう風が流れる程度でももう全然それだけで温度は上がらないと思います。まあ、ちょっとね、GPUZ だったかな、あれでね、まあ、多少管理しつつ、トリプルモニターなんでゲームしながらでも他の画面で出せるんで、ちょっとね監視しながら、やっていこうと思います。はい、ね、
本日もご視聴ありがとうございました。じゃあまた次回のメンテナンスでお会いしましょう。じゃあね。いつもご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録をお済みでない方はこちらのボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマホで見ている方は下のチャンネル登録より登録をお願いします。